九州の各地をね回って、はい、あの鉄道に料理を持ち込まれたんじゃない？料理っていうか地域の食べる楽しさみたいなのも合体させたのは、あれはあれで楽しかったんじゃない？まあ、それはあの私の仕事ではなかったんですけど、うん、あの皆さんがこう九州中、まあ、もともと九州って大阪も美味しいですけど、九州も美味しい料理がいっぱいあって、九州美味しいですよ、素材が違う。でこう食べることが好きな人たちですよね、うんうん、でやっぱ美味しいものをやっぱこう胃袋を満足させないとですね。なるほど、もちろんさっきの目とか胃袋とか、そこはもちろん一つの最もその厄介なのは胃袋で、うんうんうん、あのやっぱ美味しいものと食べさせないとその次の五感が働いていかないんで、まず美味しいものということ。なるほど、なるほど。だからその九州中の地域の美味しいもの、それから地域の文化とか歴史とか、それをきちっと伝えるっていう。で、まあ、僕らやってるのはデザインっていうのはほとんどあのサービスがすごいって言われてしまって、あのインテリアデザインを褒められることはないんですね、うんうんうん、で圧倒的にサービスが褒められる、食事が褒められる。いやいや、インテリアいいですよ、いいですよ。そうですね。でその僕らいつもその時あの皆さんに説明するんだが、ほとんどの、そのもう食事のある時も演奏がある時もサービスが行き届いている時もほとんどそれが主役ですけど、全てのそういうものが終わった時に、誰もサービスのクルーもいない時に、お客様が部屋に行った時とかサロンに行った時に、初めてインテリアがお客様を落ち着いて、それがものすごく大事なんで、その時心が落ち着いたりね、だからそれのために僕たちのインテリア空間はあるんですと。でもそれちょうどそれが相乗効果ですよね。そうですね。あの料理というのはしつらえもいるし、はい、あのお皿もお皿もあるし、もうね、しつらえやらその時の照明やら環境やら、はい、いろいろね。だからなんかそういうこうトータルで、あの私たちの人生の舞台がね、はい、こう展開していくといいよね。だから北さんさっきと舞台っておっしゃったけど、うん、その電車がその一つの舞台だったんですね。だから僕たちはその最高の舞台をこうどう作るかがテーマだね。でもしもその最高の常識でもってこうあらゆる言語を使って最高の舞台を作ると、きっとそこにはもしかしたら感動が生まれたり、ね、そうするとそこでそのみんながその舞台ですから演技を始めちゃう ね、 そうですね。サービスする人はサービスする人の演技をするし、からあの料理する人は料理人としての演技をするし、話も出てくるしね。だからそれをその全体の光景を見てて、本来の主役であるお客様が、あのお客様が私もお客として最高の演技をしようって、でみんながその演技をする、そうですね、それでその一幕が見事に演じられると、そうですね、それは素晴らしい旅。そうだから、そうしたらまたと思うもんね。また行きたい、また行きたいと、そう思い出に残るん で友達も誘いたいとかね、はい、でそうしてずっとすると、あの鉄道からあの自分の住まいに その、はい、あのそれがね取り入れて、はい、住まいもそうしたいとか、したいと思うんですよね。じゃあ街並みもそうしたいとかいうことで、最近あの街並みなんかもやってらっしゃるでしょ。いやもう難しすぎて、街並みやら駅とか難しすぎますけど、あのもうホテルとか、はい、そんな仕事も多いですよね。しますけれど、あのやっぱりものすごく難しくて、あの本当にあの公共空間のデザインが難しいですね。駅とかね、やってらっしゃるけど、ね、はい、でもみんなそれぞれその地にあって面白いじゃないですかね。はい、まず、うん、あの一生懸命やってますけど、あのやっぱしこう地域の人の意識がやっぱしそれを左右するんで、あの僕たちデザイナーはあの地域の人とどれだけこうコミュニケーションができるかと、さっき言った最後はその利用する人たちの気持ちをどこまで理解するかですから、うんうん、もちろんあの経済あの利益を上げなくちゃいけないことは分かりきってますけど、その利益を上げるんでもそのやっぱ美しい利益を上げ方とかそういうものができるのかどうかとかですね。だからその辺でこうあの時代はどんどんこう厳しく難しくなってきて、特にコロナがあって、これからコロナ先はもっとあの今までみたいにその軽い話ではなくて、デザインもあのすごい厳しい、その本当正しいデザインという、まあ、今 SDGs とか言って持続可能なあの開発目標とかいう、そういう感じの環境に対しても配慮されたような、そのデザイナーがデザイン責任を持ったようなデザインをどこまでできるかって、北さんはずっと昔から天然素材をきちっと使うとかずっとおっしゃられてて、そういうことがもっと前面に出てきた、その環境を考えた、地球を考えたそのデザインが僕らがどこまでできるんだろうかという、それはその公共空間の中で表現していかないといけないというですね、もう本当に手間暇かかって難しい仕事が待ってると思いますね。この世界を今
とどろかせるってあれなんですけど、いわゆるこのコロナ禍ですね、はい、これが私たちのこう歴史を大きくこう少し変えていく可能性ありますね、はい、変えていきますね、あの日常をね、はい、まあ、テクノロジーもそうだし、はい、であのテクノロジーがそれをこう支えてくれたりとかいろいろありますけど、結局私たちの気持ち次第でもあると思うんですけどね、生活のスタイルですよね、はい、であの今おっしゃったように、じゃ あのいわゆるアフターコロナっていうか、はい、コロナがもうワクチンができ始めたということで、はい、結構あの収束するところは収束し始めてる兆しがあって、はい、いい知らせなんですけれど、で今度収束して元に戻った時にはどんな世界になるでしょう、はい、そうですね、あのでもコロナのこのコロナのことでその仕事の仕方、考え方、それからその利益の上げ方、いろんなことがこう分かって、そのちゃんとこう予約をしないと、予約をすることってもっと言えばその計画的に生きることって、今まで計画的に生きてない日本人はって、特にですね、で計画的に生きるってことはあのすごいあの1年先2年先3年先4年先10年先までをこう設定して生きていく、だから予約をちゃんとしなくちゃいけないって、予約システムが徹底すればそれほど 無駄がなくて、レストラン一つも一元さんばっかりですから、うんうんうん、だからキャパも大きいのは持たなくちゃいけないけど、予約であれば、うんうんうん、今日何人しか来なければ何人にすればいいわけですね、うんうんうん、でそれから前もって料理もこれが決まれば食材も決まった量でいいし、コックさんも量も決まってくると3分の1のコストでできるんですよ。ああ、なるほど、うんうん、それ今はその 3倍のコストがかかるんですよね。あ、だからそういうふうに無駄なことがなくなっていくわ。だからその予約するっていうことはその個人個人のイマジネーションがどれだけ優れてるかって、ヨーロッパの人は1年先の旅を予約しますよね、しますね、だいたい早くても1ヶ月ですよね、確かに、その違いはものすごく大きいんですよ。あ、それで結構無駄なことが省けるんですね。省けるんです。旅もそうですけど、そのさっき言ったギリギリな、ヨーロッパでは最初が安くてずんどん高くなってくって、日本は最後は安いんですよね、うんうんうん、それは全然ナンセンスですね、うんうんうん、だからそういうこういろんなこう旅の仕方とか生活の仕方に道理がかなってないですよね、日本のシステム。なるほど。それを今回テーマですね、それ。今回はコロナでだいぶ分かってきて、うん、だからそのやはりこう人はやっぱりもっとイマジネーションを豊かにして、よく勉強して学習して、その先を読んで、その自分の人生をどう生きていくかを考えていかなくちゃいけないよっていうのがコロナの一番のテーマかもしれない、うん、ということは人がもっともっとコミュニケーションするいうことですね。そうです。お互いにね、はい、うん、だからコミュニケーションするためには何が必要かというと、対話能力を身につけなくちゃいけないんで、舞台もいるし、一番厄介な勉強しておかなくちゃいけないって言うんですね。だからあの、まあ、僕も大嫌いですけど、たくさんのことを知るっていう、その、うん、知らないと、たくさんのことを知れば知るほどその自分の適性が見えてきたり好きが見えてくるんで、うん、好きが分からないとその幸せになれないんで、まあ、僕も伊達さんも自分の好きな仕事をつけたのですごい幸せですけど、そのためにあのたくさんこうあの人に会ったり話したり見たり読んだり書いたりして、その自分の適性を見つけて、適性を見つけると頑張れるんで、人からこう評価されて、評価されると楽しい人生が、だから子供たちにいつも言うんだけど、楽しい人生を迎えるためにはしっかり勉強した方がいいって、なるほど、しっかり知った方がいいって、ね、そうですね、しっかりコミュニケーションした方がいいって。僕は、ね、子供の頃あんまり勉強しなかったちょっと僕もしなかったんで苦労してますけど、でももうちょっと勉強する、確かにね、確かに、でもいろいろ後々あの みんなから教えていただいてね、あの北さんにそう言ってびっくりしますよ。あの最近ね、話変わりますけど、サスティナブルっていう、はい、そうですね、あれ日本語に直したら持続可能っていうんですか、なんか変ですよね、うん、持続可能は回数目標って言うんですけど、だからね、なんかあのどうあの解釈したらいいのかなと思うけど、要はあのリサイクルとか、そうそう、ゴミを捨てないとか、それからあの無駄に無理なこととか無駄なことしないとか、そうですよね、でいらないあの素材を無駄に使わないとか、なんかそんなことでしょうね。そういうことです。だから昔から、まあ、ずっと日本では昔からあった、あ、常識でしたもんね、常識だったんですだからその常識がなく、常識がこう高い常識っていうのがその文化ですけど、あったのがこう文化がどんどん落ちてきて常識がなくなったもんで、改めてまた SDGs を作らなくちゃいけなくなったんです。使い捨てたら日本ではそれはちょっとね、いい感じじゃなかったね、そうです、捨てるんじゃなくて
常に昔 の, あの家庭ではね、僕ら子供の頃のゴミ箱って本当にゴミちょっとしかゴミ箱なかった。今、ね、あの入りきれないぐらいあるんですけど、プラスチックですよね。なんか小さなお菓子と入ったお菓子開けるとそれの3倍ぐらい の, あのパッケージがあって、あれをなんとかしたいですけどね。それをだから意識変わないと、ね、その本当にこう中身だけをどう移動させるかとか、中身だけをどうプレゼントするかとか、人にプレゼントするときはどういうものが本当はかっこいいのかとか、価値観を変えないとね。アフターコロナのいわゆるあれは元の私たち の, あの先代先々代もっと前の日本の常識というのをもうちょっと尊重しようと、はい、いうことなんでしょうね。と思いますね。日本人のこう、まあ、勤勉さとかその常識というか、うんうんうん、その生活の質素倹約とか、そのまあ正しい、まあ、記憶美しく正しくという、そのそういうその分かりきった言葉で簡単に言った言葉がものすごくそれが正しい。だからデザインもきっとあの僕らは美しいとかいうことを追求してきたけど、正しいデザインっていう時代に入っていくんだろうなと。その最後がその結果としては楽しいとかにつながっていくんだろうなと、うん、そうですね。持続可能なものにつながったら、はい、そうです ね、話ちょっと変わるんですが、まあ、鉄道のいろいろの鉄道をやられて、はい、電車やられたでしょ、はい、でもちろん大ヒットした七つ星も素晴らしいんですけど、はい、自分としてはこの電車は記憶に残ってるんだよっていうのはあります？やっぱし最初に作った電車ですね、うん、あそこにある、あれ？あれ、あのグレーのこう、はいはいはい、みたいな、はい、これが一番最初に、これツバメっていうの？なんていうの？7パーナツバメっていうんですけど、はあ、特急ですね。綺麗ですね。博多から、うん、鹿児島まで4時間、その4時間10分かかったんですね。あ、そうなの、うん、でそれでその中にこうビュッフェと、これがそのセブンスター七つ星の元なんですね。 あれがね、あれにその時にもう七つ星のことを考えて、考えてそれがポスターになっていったわけね、はい、でこうそれをこれをでこれを作る時に初めてこうデザインを、すごくシャープなデザインですね。外も中もですね、モダンで。だからちょうどこれイタリアに行った時の影響を受けて、うん、でこのこれはいつ頃ですか？これがこれの次ですね。これが七つ星を作った後4年後にこれを作って、この後4年後にこの白いカモメっていうのを作って、うんうん、ルーセン系の、はい、これですね、うんうん、白いやつ、はい、だから座ってこうで、これも車両がやはりその一番最初にたくさんのことを学習したんで、うん、一番大変で、うん、でこれを今年去年の暮れに約28年経ってリニューアルをして、もう一回特急の、うん、作り直して、あ、だけてでもう一回もう一回蘇ってその使いこなそう、使い切ろうという、それがまあさっき言った持続可能なデザイン活動ですね。それがずっとこう何十三十年近くかけて、はい、いろいろと試行錯誤されてるんですね。まだ止まってないね。そうです。それからこう日本のこういったプロダクトを作るその技術は素晴らしくて、本当は使おうと思えば50年も60年も使えるんだけど、うん、手間がかかるんで、はい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 、手間を嫌がって皆さんこう新車を買ってくださいって言うんだけど、うんうん、本当はもっと使えるんですね。こちらの事務所にもね、あそこにも椅子があるんですよ、はい、鉄道の、はい、なんか座ったとって、うわ座りいいなと座り心地いいけど、特別に何かいつも考えてるのかな。いやだから僕はすごい失礼ですけど、世界中のいい椅子があったらその椅子をコピーするっていう、だからビトラーの椅子を見たら、これビトラーの椅子を参考にしたのね、はいはい、でビトラーを見たら、あ、ビトラーの椅子これをこのまま乗せたいんだけどって話したことあるんですけど断られて、うん、鉄道なんか乗せるとうちの価値が下がるから嫌だって言われてそれで作るんですよね。でそうやってこう僕はあんまり作家意識がないんで、今までの人いいものを作ったものを見てそれを参考にしてそれをリデザインして、でこうやってるうちに違うものができる。このブルーのこの電車も、ガンディーニのトラック、うん、このガンディーニのトラックがこれが起きたような顔してる、ね、それを倒したなるほどなるほど、はい、うん、色もガンディーニのトラックこんな色した。あ、そう、うんうん、でそのガンディーニのデザインよかった、それをこう元にしてこう作っていったりして、いつもそのさっき言った伝統的なものが好きなんで、いいもの古いものでいいものはそれをデザインいただいて、その人の作家量をそのものを少し成長させて進化させて、その
真似したんじゃないよというふうに、真似、あ、よくやったねというふうに言われたような仕事の仕方、やっぱりあの匠の技とか言うけれど、その人一代がやったんじゃなくて、その前にね、5代やら10代長い歴史の中で、その時生きてるその人が最先端なんですけれど、ちょっとね、こう積むだけですよね、その下にはね、その積み上げの歴史があるから、はい、当然みんなね、前の人、先代の、先々代の、ね、はい、それを参考にしながら、それで洗練されていくと。洗練ってそんなもんかかりませんね。洗練ってそういうことですよ ね。だから、はい、その洗練させているところに、やっぱりその昔から残ったものはもともと、まあ、あのよくできている、皆さんが使って楽しいと、あの利便性があるとか、いろんな良いところがいっぱいあるので、それをこうもう一回こうブラッシュアップするっていう、その作業が、まあ、デザイナーとしての一番の面白さというか、いう気がしますけど。話変わりますけどね、和歌山かどこかで猫の玉電車、玉電車ってね、ガラッとあの話題変わりますけれど、ああいうそのジョークというか、あれも一つのこう一つの現象を起きましたよね。動物を一つ ね、ペットを。だからあの世界の三大あのオタクっていうのがあって、で一番そのオタクはその猫、うん、犬、鉄道、あ、順番なんですよ。猫、犬、鉄道、はい、で一番の地球上で偉いのは、うん、猫、犬、人間なんですよだからそのようにそういうこともあって、うん、猫はヒットするよねっていうのがあって、うん、猫と鉄道をどうやってひっつけたらいいんだろうっていう。なるほど。それたまたまその岸駅というところに三毛猫がすごい、たまっていう三毛猫がいて、あれ話題になりましたよね、新聞やテレビで。本当に美人の猫なんですよ。そう、僕は見てて、僕猫好きじゃないんですけど、本当によくできた顔してて、それでこう品があって動かないんですよね、うん、で歴史をしようってなって、でそれで電車を作っていくんですね。いやー、なんかこうそれそれで心温まるっていうか、私もあの愛すべきワンちゃんが家にいてね、もう本当にあのなんか 目で会話ができる感じがするんですよね。いやー、なんていうかな、こう心優しい、心温まるってやっぱりいいですよね、何もかも。だからそれはもう、うん、あのデザイン力とかね、そういうものを超えてますので。そうですね。だから猫がいるだけでって、犬がいるだけでっていう話なんですよ。やっぱりアートの世界もそうですし、もちろんデザインもそうだけど、はい、やはりこう私たちの気持ちとの対話ですよね。ですよね。だから気持ちがこう表現できたら、もうそれはすごいですね。そこまでいけないですね。デザインの場合は作り方とか、はい、そのね、いわゆる長持ちするとかしないとか、はい、まあ、いろいろな話ありますけれど、はい、でも、やっぱりそれがそばにあると少しでも幸せになるということは重要ですよね。それはすごいことですよね、うん、だから